金谷体育大学と KKB は近年の登山ブームに伴って増えてきた登山客をターゲットとして、登山中の事故や怪我を体を鍛えることで防ごうと、エクササイズとハイクを掛け合わせたエクスハイクという新たなダンス体操を開発しました。金谷体育大学で登山に関する研究をしている山本正義教授考案のエクスハイクは、難易度別にイージー、ベーシック、ハードの3パターンに分かれます。先日、金谷体育大学ダンス部の学生がモデルとなって3パターンそれぞれの収録が行われました。結構太ももとかにも効いてくるので、効果がすごいあるなって思いました。山の頂上に登って、なんかその綺麗な景色を見た時のなんていうか爽快感というか、そういうのを感じながら気持ちよく踊ってもらえたらいいかなって思います。エクスハイクの動画は来月中旬頃、 KKB の YouTube チャンネルと動画アプリカプリで公開します。